9月29日、日本時間30日に米国バージニア州で開催されたス手ボクシングイベント、BKFC51、メインイベントの女子ストロー級タイトルマッチで敗れたメラニーシャー、イギリスの歯が吹き飛ぶなどの顔面崩壊、ぶりが話題となっている。フォト動画、女子選手、ボコボコに殴られ、顔面崩壊、歯が吹き飛んだ瞬間も。 シャアは昨年11月に BKFC 初参戦し2連勝。今回タイトル戦に挑んだが、王者のブリテンハート、米国の高い壁を越えることはできず。ハートのアグレッシブな攻撃から繰り出されるパンチを避難し続け、その顔はみるみる内に腫れ上がり、KO 負けにならなかったものの、判定3の0、三者ともに50から45のフルマークで完敗した。 その後インタビューを受けたシャアだが、その顔面は大きく腫れ上がり、下の歯が折れているのがわかる。まさに満身創痍の状態だが、シャアはインタビューで、こんな感じになったけど、私は最後まで戦いを楽しんだの。自分への挑戦って感じ、と、顔はボコボコだが、心は全く折れてなかった。この映像のコメント欄には、真のオリアーだ、最高の戦いだ、なぜセコンドは止めなかった。 と驚きの声が上がったシャアは次戦どのような戦いを見せるのか